トボクシングフィーチャリング初音ミク。こんばんは、待ってました。いろんなアイテムが、いろんなアイテムが、それではまずはあなたのエクササイズの目的。あら、久しぶり。また一緒に頑張ろう。これで大丈夫かな。頑張っていこう。ストレートコンビワンツーのリズム始めるよ。それでは始めますよ。構えて。まずは正しい構えでリズムをとって、1212、前後ろ前後ろ、基本姿勢はもう大丈夫ですね。最後までしっかり足腰を使うように。パンチ打つときは重心をぶらさず、キレよくタイミングよく打つように。それではストレートいきます。せーの、ストレート。悪くないよ。せーの、ストレート。大丈夫。右の拳まっすぐ。ストレート。軸をしっかりとイメージするように。ストレート。最後に肩を入れます。せーの、ストレート。最高。せーの、ストレート。悪くないよ。右足と床を蹴ります。ストレート。しっかり腰を入れて。せーの。今度はジャブいきます。せーの、ジャブ。完璧だよ。せーの、腹筋意識忘れないで。ジャブ。まっすぐ伸ばして戻します。せーの。今度はストレート出します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの。パンチ打つとき息吐いて。せーの。パンチが流れないようにリズム、ワンツー、これを続けていきます。せーの、ジャブ、ストレート。ジャブを戻しながらストレート。上半身だけで打たないように。はい、ワンツー。呼吸するのを忘れないように。今度はジャブ出します。せーの、ジャブ、ストレート。ジャブ。せーの。打ったら必ず基本の姿勢。せーの、ワンツー。ジャブ。呼吸をしっかり。せーの。いいじゃん。はい、ジャブ、ストレート。ジャブ。それそれ。せーの、一発。腰は上、腕下げない。ストレート出します。せーの、ワン、ツー。ジャブ、ストレート。ナイスパンチ。一回リズム取ります。トン、トン、トン。はい、1、2、3、4。このタイミングリズムよく。
だ序盤ですよ。まさかもう息が上がったりしていませんよね。パンチ打つときちゃんと腹筋引き上げてしっかりついてってくださいね。それではスイッチします。足の位置を確認して基本の構えですよ。いきます。いいですか。リズムを作ります。1、2、1、2、前後ろ前後ろ。それではストレートいきます。せーの、ストレート。完璧だね。せーの、ストレート。それそれ。左の拳まっすぐ。ストレート。テンション上げましょう。ストレート。最後に肩を入れます。せーの、ストレート。最高。せーの、ストレート。最高。左足で床を蹴ります。ストレート。しっかり腰を入れて。せーの。今度はジャブいきます。せーの、ジャブ。完璧だね。せーの、ジャブ。お腹をへこませ腹筋を意識します。ジャブ。まっすぐ伸ばして戻します。せーの。今度はストレート足します。せーの、ジャブ、ストレート。せーの。パンチ打つとき息吐いて。せーの。パンチが流れないようにリズム、ワン、ツー。これを続けていきます。せーの、ジャブ、ストレート。ジャブを戻しながらストレート。一発、二発。上半身だけで打たないように。はい、ワン、ツー。呼吸するのを忘れないように。今度はジャブ足します。せーの、ジャブ、ストレート。ジャブ。せーの。打ったら必ず基本の姿勢。せーの、ワン、ツー。ジャブ。呼吸をしっかり。せーの。
小さくならないように。最後ストレート出します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー、ワンツージャブ、ストレート。これで完成です。パンチをしっかり整理しますよ。いきます。せーの、ジャブストレート、ジャブ、ワンツー、ワンツー、ジャブストレート。あと4回いきます。構えて、あなたならできますよ。せーの、ワンツー、ジャブ、ワンツー、ワンツー、ジャブストレート。せーの、トン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 、一発、二発、三発、四発。あと2回、ジャブストレート、ジャブ、ワンツー、ワンツー、ジャブストレート。もう1回、しっかり決めていきます。まだバテていませんね。ボクサーになりきっていきましょう。どんなコンビネーションでも落ち着いて、最後まで集中を切らさないように。それではスイッチします。右足が前、左足が後ろですよ。右手を前に持っていきます。リズムを作ります。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それではジャブいきます。せーの、ジャブ、打って引いて。せーの、打ったら必ず基本の姿勢。せーの、続けてストレート出します。せーの、ジャブストレート。せーの、パンチ打つとき息吐いて。せーの、せーの、ワンツージャブ、ワンツー出します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。コンビネーションです。せーの、トン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 、しっかり決めていきます。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。一回リズム取ります。トントントン、はい、1、2、3、4、5、6、リズムよく。せーの、ワンツージャブ、ワンツー。せーの、トン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 。せーの、小さくならないように。最後ストレート出します。せーの、ワンツージャブ、ワンツー、ワンツージャブストレート。これで完成です。パンチをしっかり整理しますよ。いきます。せーの、ジャブストレート、ジャブ、ワンツー、ワンツージャブストレート。あと4回いきます。構えて、テンション上げましょう。せーの、ワンツージャブ、ワンツー、ワンツージャブストレート。せーの、トン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 、一発、二発、三発、四発。あと2回、ジャブストレート、ジャブ、ワンツー、ワンツージャブストレート。もう1回、しっかり決めていきます。まだまだ余裕がありそうですね。さあ、テンション持って上げて。さあ、ここからが本番ですよ。さらに追い込んでいきますよ。もう一度スイッチします。左足が前、右足が後ろですよ。左手を前に持っていきます。リズムを作ります。1、2、1、2、前、後ろ、前、後ろ。それでは気合を入れて。せーの、ワン、ツー。
それでは、普段あまり難しい姿勢だ。それでは。それでは、普段は難しい姿勢だと。それでは。
イズにする？どうするどうする？どの曲がいい？構えて。お疲れ様。
始めるよ。構えて。
始めるよ。構えて。
げさま。どうするどうする、どの曲がいい。これで大丈夫かな。このアクションについて、サイドステップジャブの説明です。サイドステップジャブは左にステップするのと同時にジャブを打ち込んでいくアクションです。左にステップするのと同時に左の拳をまっすぐ伸ばしていきます。パンチを引きながら右足を引き寄せますよ。ステップと同時にジャブを打ちます。ジャブと左足の動きは同時です。このタイミングでパネルを破壊しますよ。ここがジャストのタイミングです。パンチを引きながら右足を引き寄せますよ。着地した時に基本の姿勢が崩れないようにします。足がクロスしてしまったり体が正面を向かないように注意しましょう。基本姿勢からサイドステップジャブ打ち終わったら必ず元の位置に戻ります。それでは実際にやってみます。足の位置を確認しましょう。構えて前後ろでリズム取ります。せーの、前後ろ前後ろ、1212。それでは左の手からジャブいきます。せーの、ジャブ、ナイスパンチ。せーの、今度は左へ歩きます。はい、左へ歩いて右へ戻る。はい、左へ行くときは左足から、右へ行くときは右足から。これステップに変えますよ。早く行きます。はい、左ステップ、右ステップ。はい、上半身の姿勢は崩さないように。いい感じだよ。今度はステップと同時にジャブ打ちます。はい、サイドステップジャブ、右ステップ。はい、手と足同時のタイミング。右ステップ、はい、それそれ、戻る。あと4回、サイドステップジャブ、右ステップ。はい、必ず基本の姿勢で着地します。はい、サイドステップジャブ、右ステップ、ラスト、戻る。
でした。動きのイメージはつかめたでしょうか。間違った動きはエクササイズ。このアクションについて。左ブロックの説明です。左ブロックは相手の右のパンチに対して左手で受け止める防御アクションです。体を少し右側にひねって安定させながら左の拳で受け止めます。ここがジャストのタイミングです。顔の横を守るように拳の位置はこめかみより少し高く受け止めます。相手のストレート、右フック、右アッパー、これらすべてに対して対応できます。体を右にひねることで腹筋にも効果がありますよ。手だけを前に出したり、手を横に向けすぎて目線を隠してしまわないように注意しましょう。相手をしっかり見ながら受け止めます。左ブロック。それでは実際にやって足の位置を確認しましょう。構えて、前後ろでリズム取ります。せーの、前後ろ前後ろ、1 2 1 2。それでは左ブロックいきます。せーの、左ブロック、いい感じだよ。せーの、拳をこめかみの横に。せーの、頭の位置をキープします。せーの、それそれ。せーの、左ブロック、それそれ。相手のパンチを受け止めて目線を隠さないように。せーの、これを続けていきます。せーの、左ブロック、ブロック、はい、体を軽く右側にねじりながら、はい、左ブロック、ブロック、はい、それそれ。あと8回、左ブロック、ブロック、はい、腹筋を意識して、あと4回、左ブロック、ブロック、はい、ラスト、はい、 OK です。お疲れ様でした。動きのイメージはつかめたでしょうか。間違った動きはエクササイズ。
しぶりです。また一緒に頑張りましょうね。楽しみです。それでは始めます。構えて。
OK です。お疲れ様でした。素晴らしかったですよ。結果の発表です。すごいですね。今回はお疲れ様でした。どうしますか。いろんなアイテムが獲得できます。それではまずはエクササイズ。あなたのエクササイズ。どうしますか。それでは普段あまり難しい姿勢など。それでは始めます。はじめに肩を大きく回します。前回し。背中、肩甲骨を動かしていきましょう。今度は後ろ回し。繰り返します。前回し、後ろ回し。はい、 OK です。右手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。はい、OK です。左手を前にして腕を上げます。全身を大きく伸ばします。そのままゆっくり左右に動かしましょう。動かしながら肩甲骨を上に引き上げていきますよ。はい、OK です。腕を肩の高さまで上げます。背中を丸めながら腕を前に伸ばします。腕を引きながら胸を大きく広げますよ。後ろへ、前へ、繰り返します。はい、 OK です。太ももを上げて股関節周りを動かしていきます。上にしっかり上げていきましょう。少し斜めに広げていきます。左手で左の足首を持ちます。左の太ももを伸ばしていきましょう。空いた手でバランスを取りながらキープ。
正です。次は反対です。右手で右の足首を持ちます。右の太ももを伸ばしていきましょう。空いた手でバランスを取りながらキープ。はい、 OK です。膝に手を置いて軽く回していきます。右回し、左回し、右回し、左回し。はい、 OK です。左足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて頭とかかとを一直線にします。左足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。指の付け根全体で体を支えて、足裏の足底筋膜に少し刺激を与えていきます。そこから左足を半歩前に出します。両膝を曲げて左足に重心を置きます。上下に重心を移動させて、ふくらはぎの下あたりに刺激を与えましょう。同時に足首も柔らかく動かしていきますよ。はい、 OK です。足を入れ替えます。右足を一歩大きく下げます。そのまま上体を斜め前に倒しましょう。かかとを地面につけて頭とかかとを一直線にします。右足のふくらはぎを伸ばしていきますよ。指の付け根全体で体を支えて、足裏の足底筋膜に少し刺激を与えていきます。そこから右足を半歩前に出します。両膝を曲げて右足に重心を置きます。上下に重心を移動させて、ふくらはぎの下あたりに刺激を与えましょう。同時に足首も柔らかく動かしていきますよ。はい、 OK です。手首足首よく動かしておきましょう。体はポカポカしていますか？もしかすると体が汗を拭いて、お疲れ様でした。どうしますか？